それでは両チームのメンバーを見ていきましょう。まずはホームのブラウブリッツ秋田です。金沢戦からは12日空いてスタメンを2人変更です。ゴールキーパー囲いです。最終ラインですが右高田、左に飯尾、センターバックは川野と阿部です。中盤のセンターですが田中と藤山、今日は右に沖野が入ります。左に斉藤隆二、ツートップは青木翔太と斉藤啓太です。一方でアウェーの藤枝マイ FC です。前節熊本戦からは6日空いてスタメンを2人変更です。ゴールキーパー上田です。3バックは久留、川島、山原の3人。今日は中盤のセンターは水野と新井のコンビです。右に久保、左に榎本、最前線渡辺の背後に横山、岩渕の2シャドウという形になりそうです。一旦後ろに下げて最終ラインのところからやり直し、左に3バックの時は山原がいて川島真ん中、右に久留という並びです。こちらは新井です。今序盤3分経ちましたけど、藤枝がもうしっかり、後ろからつないでいく、少しビルドアップをしながら、さあ渡辺が入ってます。渡辺かわしに行って右足こぼれてます。セカンドボールが来た。開始4分、阿部藤枝先制。こぼれに詰めました。水野立ち上がり試合が動きました。そうですね、左のスローインからですけども、頂点の渡辺選手がしっかりキープしたところで、入れ替わったところが大きかったですね。あとは中盤のボランチ、そして逆サイドの選手含めて人数をかけていたところ、最初のシュートは防がれましたけども、そこに詰めていく、須藤監督が求めるアクション、そして動き、セカンドボール、ボランチの選手も攻撃に絡む、それがよく出た、素晴らしいゴール。でセカンドボール、水野がプレスに行きます。プレスバックしてきました榎本。ワンタッチで藤山縦につなぎます。ラインの背後に落としてきました。ここでいいと思いますね。ここで斉藤啓太が出てきましたが、なんとか残しに行きます。ただまだ秋田がボールをキープ。一旦下げたところ高田ダイレクトでクロスを上げて、ファーセで青木翔太だ。右高田の折り返し、頭で合わせました青木翔太。秋田同点1対1。いや、秋田としては完璧なゴールでしたね。秋田の吉田監督とは沼津時代に、吉田監督が沼津の監督で渡辺がプレーをしていたという時期がありました。もう本当に遠目から打ってきました。ここは枠を捉えていましたが囲いセーブ。川島が一歩前に出て頭に当てます。セカンドボールは飯尾、後ろ流れたところは久保がカバーをしておりました、渡辺を落としてそのまま運ぶ横山。面白い。横山から渡辺抜けた、決定機、渡辺浮かせた。34分、藤枝勝ち越し。いや、素晴らしい抜け出し方でしたね、こういう横山選手が1回ヘディングで触ったところ上手かったですし、そこで1回渡辺選手も関わると、その中でディフェンスラインを1回下げたところから自分でプラウェイして動いていく、これもオフサイドにならないように、阿部選手と平行を取りながら、出た瞬間にスピード上がれるような体の向きと、そしてファーストタッチ、キーパーを見ながら、自分の一番好きなタイミングで打ったと思いますから、自信を持ってたと思いますし、で裏を狙った久留、間で受けます久保、間通して久留の落とし、水野丁寧につなぎます。いいですね、横につないで矢口から新井の左足。ここはゴール前でショートパスをつないでいって最後は新井の左足。直近のゲームは6月11日の金沢戦でした。ブラウブリッツ秋田、そこから12日空いて今日のゲームです。前のゲームからはしばらく日が空きましたけれども、ここからは怒涛の5連戦ということになります。この開幕の結果は、本当大きく出ると思いますし、あとは怪我人を出ないようにする、カードトラブル、今日飯尾選手が、少しもらってしまいましたから。そうでしたね、その辺もちょっと大事にしなきゃいけないかなと思いますね。この後ミッドウィークに清水とのゲームがありますけれども、飯尾出場停止ということになります。さあ右から入っていきます。藤枝足元流し込んできた。右からの折り返し、最後決めました横山。後半の立ち上がり、藤枝に追加点。左で作りながら、中盤の岩渕選手が絡んで、右を1対1にうまくしましたね、縦がありますからなかなかこう岩選手も距離を詰めれないというところで、バイタル、センターバックとボランチの間のスペースにうまくゴロのボールを転がしましたし、そのスピードも良かったですよね。あとは1枚前で渡辺選手が
抜けたところにうまく入ってきた横山選手というところ で青木も内を切りながら川島にプレス、降りてきた渡辺スルー、岩渕つないで渡辺から左の榎本へ、さあ逆サイドからは横山も来ています、久保も来ています、そのまま運んだ榎本勝負、後ろサポート水野、間で受けます岩渕、プレスバック守備者青木、中を締めた裏に出てきた榎本、こぼれ球セカンドアウト、渡辺のシュートだ、まあ、中を締めた秋田の守備に対して裏に出てきた榎本、さらにこぼれに反応渡辺、外側狙っていた高田、内側にコントロールした榎本、ただすぐに捕まえに行く中村、キーパーの立ち位置を見ていました、中村狙ってきました、まあでもよく見てましたね、途中出場入ってすぐですけども、はい、冷静なプレーの選択をしましたよね、まあこうやはり高田選手がうまく対応したのかなっていうところと、さらに水谷もファーサイド、宮サイドに入れてきました、このセカンドボール青木が止めて左で打つ、こぼれたもう一回シュートが来てました、まあ、こぼれたところ鋭く反応しましたけれども最後は止めています、まあいずれにしてもロングスローからのチャンスというところは可能性を感じますね、はい、まあ、このセカンドボールのところを予測した立ち位置が良かったですね、はい、囲いも上がってきましたか、バーサイドに選手が 4,5 人固まってキッカー水谷、宮城スピック、セカンドボール頭でついた高田、ただ一気にこれはカウンターになる、キーパーも前に出てきています、そのまま流し込むかパスにしました、久保のシュートだー、ただフラッグが上がっていますが、まあ、狙いは惜しかったと思いますけどね、はい、さあ小柳、さあここで奪い返して小次はそのまま運びます、4対2ですね、ここは笛、長い笛です、ここで試合終了、まあ、カウンターに入ろうとした局面ではありましたけど、ここで試合終了の笛ということになりました、はい、結果1対3、アウェーの藤枝が勝利を収めています。